言いますと、おいしかラーメンば食べれるということでやってきたとです。イエーイ。今日おいしかラーメンば食べさせてくれるお店はこちらです。じゃじゃん、一風堂博多駅店さん。え、一風堂ってあの一風堂ですか？あの博多ラーメンオブ博多ラーメンの一風堂ですか？世界にもチェーン店を構えるあの一風堂でよかったラーメン食べてよかったですか？え、バリ嬉しい。じゃあ早速お邪魔します。一風堂博多駅店さんは JR 博多シティ空店の10階にあります。朝から行列ができるバリバリ人気のお店です。外装も内装もめっちゃおしゃれで、見て、電気がラーメンの器になっとる。かわいかー。ラーメン、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 わー、きたー。ありがとうございます。食べたい食べたい、食べていいね、食べていい。あ、これが一風堂のラーメン。豚骨スープとそれを身にまとった博多らしい細麺がたまらない。麺はラーメンに適したラー麦を使っているため、歯切れ、喉越しともに絶妙。小麦の甘みもしっかりと感じることができる。あっさりはしているが、ニンニクのちょっとしたエンセンスが出迎えてくれる。さらに具の青ネギ、キクラゲ、もやしの見事な連携に続き、薄切りながら肉の弾力を感じるチャーシューがとどめを刺してくる。つまりこのバランスの取れた白丸は男性でも女性でも博多ラーメン初心者でも美味しくいただける。そして一風堂はお部屋ではなく、ルイボスティーがセルフサービスで提供してあり、このルイボスティーがまたうまかっちゃう。ラーメンの間に飲むとまたラーメンを食べたくなってしまう。なぜルイボスティーなのかというと、いろいろ試した結果、ルイボスティーが一番豚骨との相性がよく、つまりルイボスティーを飲むとラーメンを食べたくなり、ラーメンの後にルイボスティー、ルイボスティーの後にラーメン、ラーメンの後にルイボスティー、ルイボスティー、ラーラーラー、もうこれはもう無限ループ。ふわー、はっ、もう麺がなくなってしまった。初めて替え玉するときってバリ緊張するよね。でもみんな安心して、ヨカトが教えちゃうけん。ヨカトの替え玉講座。ポイントその1、スープは全部飲み干さない。その器の中にそのまま麺を入れるけん、スープ全部飲んでしまったら麺だけになってしまうけん、スープは全部飲み干したらいかんよ。ポイントその2、全部食べきる前に頼む。博多ラーメンは出てくるのバリ早いけん、全部食べてしまうちょっと前に頼むと、全部食べきったぐらいに出てくるけん、ちょうどいい感じで替え玉できるけん、そこポイントばい。わー、来た来たね、すぐ来たやろ。ポイントその3、好みによってラーメンのタレをかけましょう。スープが薄くなっとうことがあるので、好みでラーメンのタレをかけると味が濃くなります。またからし高菜や紅生姜やごまや、一風堂だともやし、こういったトッピングをするとさらに美味しく食べれるので、好みのトッピングを見つけましょう。よかとチャンネル、ごちそうさまでした。はぁ、あ、美味しかった。お腹いっぱいや。こんな美味しかラーメンばバーチャルなよかとに食べさせてくれるなんて。